隅から隅まで見ていこう。エンジン、あ、燃料、ナイス。燃料がないと帰れない。お、エンジンの部品、これはヘリコプターだな。まだアイテム入る。大きいカバン見つけてよかった。他にも何か落ちてないかな。まずは外を見て回りますよ。広い。外側はまあこんな感じかな。そしてはまずこの黄色い看板、なんて書いてんだこれ。よし、こっから入っていくか。ここはなんか食事するところか。マグロ拾ってミントケーキ食べて、なんかスープの飲んだ後かな。で、お写真がある。なんか魚釣ったあれかな、とか仕事の風景の写真だ。おそらく ISZ 人形もあると思うんで、見逃さないように行きましょう。じゃ、この黄色い看板の部屋はこんなもんかな。次はその隣、2階もあるな。クロスボウ。あったー。これ下駄箱？暗いな。お、充電器。95%。ショットガンの弾。電話。水ないかな。黄色い看板の部屋がここだから、1、2、3、3つ建物がまずこっち側にありますね。で、まあゾンビとかおそらく出てこないと思うんで、攻撃し行ってみるか。お、ヘリコプター、ヘリがありますね。お、エンジンの部品2個目。エンジン確か3つじゃなかったかな、集めないといけない。なんかここ部屋いっぱいあるな。あ、寝れないベッド。これはまあ、あの従業員さんのお部屋やな。なんかアイテムないな。アイテムはない。なんかここ広くて部屋がいっぱいある割には何もなかったな。何もなかった。またなんか書いてる。あ、危ないって書いてる。で、ここもまた部屋がある。うわ、なんかかなり、あれだな。部屋がいっぱいで。お、コース、やっとアイテム。やっとアイテムがあった、これ。大きいポスター。あ、これ前も見かけたな。お、人形あった。こっちも写真。なんか女の人かな、サングラスした。ちょっと気味悪いな。
なかなか広い。広くて、2階、3階ってあるから、あれだな。見逃してしまいそう。お、また燃料があった。3階に燃料。で、これ危険って書いてある。燃料を拾いましたよ。ほら、来たかやったな。あ、また水がなくなってきた。うわ、すげえ、なんか豪華な部屋に来た。すごい、なんかコンピューターがいっぱいあるぞ。なんか豪華なコンピューターがいっぱいある。ロットガンの弾。あ、充電。アイテムもいっぱいなってきたな。あとは水ぐらいか。ここも仕事部屋。お、人形あったー。まあ、こんなもんでしょうかね。こんなもんでしょうか。まあ、いろいろ物資が手に入って、なんか楽しかったな。多分ね、ちょっと見落としとかもありそうなんだけど、なんかね、見落としがありそうなんだけど、もういいかな。これぐらいで戻るか。おそらく見落としはあると思う。だけどまあ、だいたい、エンジンも2個拾えたし、燃料も2個拾えたし、いいでしょ。あ、え、ゾンビいるんだ、ここ。ゾンビ来るんだ。え、ここにゾンビいるんだ。もともとここにいた人がゾンビになったのかな。いるんだ、ゾンビ。びっくりしたな。どうやって戻るんだ、これ。どっから来たっけな。ちょっとわかんなくなった。俺、どっから来たかな、これ。落ちたら死ぬのかな。怖いな。あ、海だ。落ちたら。大事だ。よし、こっか。眺めがいいな。いいな。いい眺めだ。はい。ということでね、今回は、無事石油プラットフォームにね、たどり着いて、中をね、探検することができたんでよかったです。はい。今回はこれぐらいで終わりたいと思います。ありがとうございました。